チズムチズムとは、エジプト原産の古代サイトハウンド犬種である。グレーハウンドタイプの犬種の先祖にもなったため、犬種歴学上重要視されることもある。別名は、エンシェントグレーハウンド、エジプシャン、ハンティングドッグ。非常に古い犬種のためおいたちは、すべて謎に包まれているが、紀元前3000年頃に描かれた古代エジプトの壁画の中にも、 沈むと思われる犬の姿があるため、もっと古くから存在していたことが確認されている。貴族だけでなく様々な階級の人が飼育を許されていて、多くの地域に輸出されることによって様々な犬種の先祖にもなった。サイトハウンドタイプの犬種では、イギリスのイングリッシュグレーハウンド、スーダンのシルクグレーハウンド、ビシャリングレーハウンド、マルタのファラオハウンド、 シチリア島のチルネコデルエトナ、クレタ島のクレタングレイハウンド、イビサ島のイビザンハウンド、その他では、コンゴのバセンジー、ニャムニャムなどがこのチズムのうちを引く犬種である。様々な動物の狩猟に使われ、特に貧しい暮らしを送っていた人にとっては重要な生活の糧として大切にされていた。もちろん貴族や王族にも非常に大事にされていて、チズムが死ぬと、 しばしばミイラにされ、魂の再生を願う儀式が行われた。チズムがいつ衰退を迎えたのかなどは全く分かっていないが、現在は完全に消滅したのではなく、数十頭のチズムの血を引く末裔が残されている状況にあり、純血の者のはいなくなってしまった。これは本種が子孫の犬種に改良されるにあたり、 ほとんどが吸収されて、数が減ってしまったことが原因であると言われている。しかし、謎多き古代犬種ということもあって愛好家は多く、この生き残った末裔を子孫種である、ファラオハウンドなどと掛け合わせて、チズムを復活させようという試みも行われている。容姿は、現在のイングリッシュグレイハウンドよりもさらに細身で、ファラオハウンドと、同じ大きなろうそく耳を持つ。 瞳は、琥珀色で目が小さく、瞬足はサーベル型のタレオデコートは、スムースコート、毛色は、フォーンやグレーなど。体高は51センチメートル前後の大型犬で、あったが、体重や性格は、資料がなく不明である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓薬成分堂振興者、2007年。ありがとうございます。